こんにちは、ヘアカラーリストの金部です。今日の内容はですね、グレーカラーの薬剤ってすごくいろいろ種類があるじゃないですか。メーカーさんからもいろんなラインが出てたりとかあると思うんですけれども、8レベル以下の白髪染めとかをご希望のお客様によく使う薬剤を紹介したいなと思います。なんでこれよく使うかっていうですね、色が早く入るんですね。一番愛用しているグレーカラーの薬剤です。白髪染めって塗り終わって20分30分置くっていうサロンも多いと思うんですよね。もちろんそれもすごくいいと思うんですけれども、やっぱり今コロナ禍で滞在時間を短くしたいお客様もいらっしゃると思いますし、20分30分肌にですねカラー剤がついた状態で放置されてしまうっていうのは頭皮の負担もあるわけですよ。でそう考えると早く色が入って早く流せる薬剤の方が見方によってはリスクが少ないとも言えると思います。僕が今回紹介するのはラップラさんのナシードって薬剤の 8NB のクイックって薬剤があります。クイックっていうのが早く染まるっていうラインの特徴なんですね。で早く染まるって言われるとアルカリが強いんじゃないのとか傷むんじゃないのって思うと思うんですけれども、単純に早く発色する染料の組み合わせで作られているので、そんなことは全くないんですよ。ダメージは通常のアルカリカラーと変わりません。単純にですねお客様のカラーを全体根元を塗って、毛先も塗布しますよね。でその後に15分置いて流す、もうチェックしないでもいいぐらいの、ぐらいで結構綺麗に染まってくれます。これを使ったきっかけっていうのがですね、こう分け目とか顔周りちょっと白髪やっぱ気になりやすいお客様っていらっしゃるじゃないですか。でそういう方が例えば通常のカラーでいらっしゃって間で自分で市販のカラーで染めちゃったりすることもあると思うんですよ。でそうなってしまうと暗くなっちゃったりとかお客様の肌の負担っていうのがあったりするので、そうならないようにこう見えるところだけのカラーリングのメニューがうちのサロンあるんですけれども、時間がかからずお客様の負担がないようにできないかなと思ってですね、いろいろ試した結果これが一番バランスよくって使いやすかったんですね。で NB ナチュラルですよね。一番基本的な色になっているんですけれども、これにもちゃんと理由があって、寒色とかのグレーカラーって結構暗く見えちゃいやすいんですね。明るくはなってるんだけども色の濃さのせいでそう見えないっていう特徴があるので、NB が一番おすすめです。で、色を暖色とか寒色に振りたいんであれば、アクセントカラーとかアッシュの6番とかピンクの6番とか濃いものをですね、10% から 20% ぐらい足してあげると調整しやすくって使いやすいと思います。ラインナップもですねいろんな種類があるんですけれども、本当 NB の 4NB6NB8NB 間の明るさに関しては濃さを調整すれば作ることができるっていうのもありますし、在庫の種類をあまり置かなくていいっていうのもメリットです。で薬剤設定をシンプルに考えておくことでスタッフさんへの教育だったりですとかお客様の仕上がりのクオリティっていうのもこれ簡単に上がっていいんじゃないかなと思うんですよね。ただ1個デメリットがありまして、クイック早く発色するじゃないですか。早く発色するんで特に時間がかかっちゃうと思ったより暗くなっちゃうってリスクもあります。サロンによっては30分時間を置くところで他の仕事ができるっていう風に仕事の調整をしてるところもあると思うので、全部のサロンには適用難しいかなと思うんですけれども、でもお客様のためのことを考えてみてほしいんですよね。そうだったら早く終わった方がいいじゃないですか。30分塗ってここで待ってるのって結構大変ですよね。僕自身はすごく愛用している薬剤でお客様にも喜んでいただいているって実績がありますので、興味ある方はですねこちらも使ってみてください。こういったカラー剤の知識だったりとかカラーを勉強し直したい方とかカラーのブランクがあって自信がない方に向けて髪トレドリルってものを配信してます。すごく女性の美容師さんにですねご好評いただいてるんですけれども、概要欄に詳しく書いてありますので詳細ご覧になっていただいてぜひ申し込んでください。で毎月オンラインでもですねカラーのセミナーを開催してます。こちらも概要欄からご覧になっていただいてぜひ参加してください。はい、で今日の話をまとめると、ラプラナシード 8NB クイックカラーですね。早く白髪が染まる薬剤です。これ1レベル以下の白髪染めにはめちゃめちゃ使えます。いつものカラーの時間の放置が半分で済むっていう内容になりますので、サロンワークの見直しのきっかけになれたら嬉しいです。今日の動画が参考になったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。